見どれがいいSure. Let's do it. Hi, Shuhomo desu. Bando kunda bagari wa doko de renshu o shite imashita ga? Koku wa do yatte kaite imashita? Arigatou gozaimasu. Good Japanese. Rehearsal wa ne,町のノアっていうスタジオがあって、そのノアっていうスタジオに、当初は夜中の1時から朝の5時までの、あのナイトパックっていうのがあって、それに土曜日金曜日だっけ金曜日か土曜だいたい、まあ、2日ある時もあるし、みんな夜中集まってでリハーサルをやってましたね。だからあの僕らのバンドの名前は夜中の1時からリハーサルをしてたのでワンオクロックっていう感じになってます。曲作りはまさにこのアップルでガレージバンドっていうソフトで、トールの家にあのこうスピーカーとか機材をこうあってですね、そこにみんなで集まってで曲を作ってました。最初はハロー、ワンオケワーク。我哋想問嘅問題就係、有冇試過現場觀眾冇反應咧？咁然後你哋當時嘅心情係點樣？同埋最尾你哋係點樣去應付呢個場面咧？我哋係嚟自香港嘅 Sugar Bro。Sugar Bro。Sugar Bro 是第二個。OK。結構ありました、そういうことは。あのバンド組んだ初めの方とか、フェス出てもみんな乗ってくれない。なんかこうなんだこのバンドみたいな感じで見られたこともあったし、こう中指立てられた時もあって、そういう時はでも逆にあのこっちも負けないようにというか、ステージのその上から自分たちのその場でできる 100% をこうかき集めて演奏しまくってた感じがありましたね。まあアメリカで最初こうツアーやった時も全然ね、やっぱ厳しいものがそこにはあって、でもまあそれそういうことがあるから逆にバンドって大きくなるし、悔しさをバネに頑張れると思うので、まあ、逆にあっていいことなのかなと思いますけれども、はい。Hi, we are the Suitors Club. We really like your song called Wherever You Are. I, you choose to have both English and Japanese lyrics in this song. まあすごくその当時はまだ日本のことだけをまあ考えて曲作りをしていたので、なんかその自分が歌いたいそのフレーズだったりとか、あとでもメッセージ的に伝えたいことだったりっていうのがこう2つあった時に、じゃあこの曲はまあ出だしは英語で途中日本語入れてっていう場合もあるし、曲のメロディー自体が洋楽っぽくなってる時はもちろんやっぱり英語をまあメインで使うんですけど、まあ、そうですね、全部英語で書いちゃうとその当時やっぱり日本をこう日本の中でやってたので、やっぱりすごくそれだと自分たちの曲の意味が伝わりづらいので、まあ、ちょっとずつ日本語入れてたっていうそんな感じです。我想問今場香港場有冇可能聽到 full band version 嘅 Whenever You Are 咧？そう言われると思って今日やります。前回アコースティックやった。ずっとアコースティック。今日やります。楽しみです。咁你哋一開始夾 band 嘅時候係點樣去訓練你哋各自每個人嘅表演風格啊？同埋你哋平時又會做啲乜嘢嘅體能訓練咧？そうですね。俺は結成当時は。本当に全く動かなくて、今はもうすごい動き回ってるスタイルなんですけど、本当にもう一歩も動かなくて、でもその森ちゃんにボーカルに「お前マジで動け」って言われて、ステージでも本当に叩かれるぐらい「マジで動け」って言われて、でも動き方分かんないんでどうすればいいってなって、森ちゃんが全部一からこういう風に動かした方がいいとか。2人で駐車場でなんか竿を投げて、なんかその竿を回してみたりだとか、そういう動きの練習を駐車場でやりました。で今のスタイルがあります。俺ほんと動かなかったんで、これマジでみんなに見てほしいぐらい一番初めのライブはすごかったです。
はい、で個々それぞれ、まあ、みんなスタイルは徐々に走りはします。ジムに行って走ったりとか、このツアーも休みの日とか、あとは、まあ、ライブを始まる前とか、今日もそうだし、まあ、終わった後とかジムが空いてれば走りに。我是歡嘅木子，我想問你哋幾時會出新嘅日文歌咧？日本語は今のところあんまりないですね。なんかその僕らやっぱ日本人なんで、日本っぽい曲とか日本語の歌詞とか、それはいつでも逆に返ってこれるんですよね。でそうじゃなくて、やっぱりもっともっとそのアメリカだったりヨーロッパだったりとか、自分たちとかけ離れた国の音楽、まあ、それはもうヨーロッパアメリカにとどまらず、いろんなところの国の音楽とか、まあ、歌詞とかメロディーというものをもっと吸収して、まあ、や作りたいなっていうのが、もっとだから自分たちが成長するために、まあ、今のこういう時期があるって感じですかね。你好啊 ，One OK Rock， 好想知道咧，你哋去咗呢个欧美发展之后咧，嗰、那个曲风咧，其实系咪会觉得自己都转变得好大嘅？そうですね、まあ、アメリカでやるっていうことはやっぱりあのすごい難しいことだし、アジア人のバンドってやっぱまだ出ていってないので、アメリカには、まあ、そういう意味では日本のバンドっていうよりかは、まあ、やっぱりまずはそのアジアのバンドとして、まあ、受け入れられることもすごい大事だし、まあ、とにかくそのアジアのバンド、日本のバンドっていうものがアメリカでも普通にやっていけるんだよっていう、まあ、そのなんか一番最初のベーシックリーは自分たちの中で作りたいなっていうのはあるので、自分たちが挑戦できる範囲内のことは何でも やろうかなっていうふうには思ってます。だから特にその、ね、音楽性が変わったりすることももちろんあるんだけど、僕らがこうやることによって、そこから後の人たちも多分、ね、海外で例えば香港のバンドだったら香港のバンドもきっと海外でやりたいと思うし、絶対洋楽が好きだったら、だからそういうなんかこうなんていうんですかね、道路を僕らが作れるところは、まあ、作りたいなっていうところは、まあ、ちょっとありますけどね。結構いろんなバンドは聞くんですけど、でもやっぱりバンド始めた時、高校生ぐらいの時にやっぱりアメリカとかカナダのメロコアはすごい聴いてたんで、まあ、あとはまあリンキンパークだったりとかサム41とか、学生時代はすごい聴いて、そこからまあいろいろ吸収というかしたものはいっぱいありましたね、バンドとしても。いやすごい悲しかったですね。これからツアー一緒に回るはずだったバンドのボーカルでしたから、すごい大好きだったし尊敬してたので、うん、やっぱり僕はもうボーカリストとしてその歌も歌えてシャウトもできてっていうのはすごい影響を受けてるなっていう、そのスタイルにすごく影響を受けてるなっていうところはありますね、はい。ロックって多分そのバンドによってとか時代によってとかによってその捉えられ方とか形とかって変わると僕は思ってるんですね。だからロックって一概に一括りにできなくて、俺らだったら俺らなりのロックンロールがあって、まあ今日さっきこうやってコメント出してくれた彼らにも多分彼らなりのロックが多分あるので、その自分たちのロックをバンドやってたりとか生きてる間貫き通すことが僕はロックだと思うんですよね。だから何でもやっぱりそのやり続けることだったりとか、まあ、諦めないで前に進んでいくっていうことが、まあ、一番のロックンロールなのかなっていう気はします。